の試合からビート変わります。第3試合です。呼び込みます。マダラ VS バーイエーイビート変わります。いやあ、いつこういう調子どうすか。これいいしたんでしょ。いやあ、こちらのビートで戦っていただきます。いやあ、あ、いや、先攻後攻のジャンケンお願いします。それではいきます。いやいや、第3試合です。先攻マダラ、後攻バス。発射して3、3、レディーファイト。このタイプライン繋げるライフライン、俺もトップで走り切るこのステージ、こんなタコより俺のがだいぶマシ、旧世代ポッドでのライブマシン。リーフした意味を考えろ、フラッグだけでお前よりもインで圧倒してやるよ。お前のライブじゃカサブタレベル、俺がケラモフで朝倉に来る。ライフライン、よりもだいぶマシ、でもお前無タイムライン、朝倉未来こいつは早くも死ぬる、お目目が綺麗なタピオカミルク。俺の即興性おそそした方がいいぜ、あ、お互いかますこのステージ、整形男なら土足前傾。俺は今まで何言われてても続けてきたこの地図がある。いや、お前俺に目が綺麗ってそれ褒め言葉、目が汚いエセラッパーで俺に勝てる言ってる割に対してこんなインパクアリ踏んでて奮闘するのもない。えい、最近のシーン4と8で埋めば勝てるだけでつまらない、意味もどうせフローグループが大切なんだよ。時代に追いつけないラッパーがゴタゴタ言ってんじゃねえ、こんな空気なる普通。よ、俺は喫水の危ないライマー、客上がってないけど恥ずかしくないんか。その根性はほんまに認める、その根性はほんまに認める。いや、これが僕の意見、シーシャバーじゃなくそこホスト意見。いや、お前が危ないライマー、バツ前と気なんてバズライトイヤー。いや、俺が4のケツ、あの日のこと忘れちゃったんで遊び心。いや、それで俺に勝てる言ってる、お前も知らずに何やってるのかよく分からないし、俺はお前が何もやってない間に経営者としてもラッパーとしてもモデルとしても成り上がったよ。それをやってから言ってまるバズライトイヤ、ペラペラの宅配のみんな。いや、俺マジこの場所こそさ、音が流れ逃げに聞いたりダークの相手は気にしないよマジ。俺はマジ負けも経験、でも俺した優勝宣言、このステージでさ勝つのが前提、負けたら抜けよ鼻のプロテーゼ。終了です。判定聞いていきます。しかしください、いきます。先攻マダラ、今後バース、そしてバースになります。まだ何かあったら倍悔しい、死ねって言ったからねこいつ。まあいいやわ、好きやわ。バース、よかったら曲やろうや。曲もしたいし、俺もラッパーとして曲出したいんで、今作ってる曲もあるんで、ちょっと近々出すんでチェックしておいてください。 FSL も叩かれてるんですけど、まあ見ておいてください、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。